こんにちは、カゴノブアキです。この新しいボール何か分かりますか？カタールワールドカップの新作ボール、アディダスアルリフラです。おこしやす京都 AC の選手たち、そしてあの橋本秀夫さんに蹴ってもらって感想を聞こうと思います。では行ってきます。今年のカタールワールドカップの公式球です。かっこよ。はい、アディダスから借りてきました。借りた、はい、くれるんですか？いや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 、蹴っていいんですか？蹴っていいんですよ。もう存分に感想を聞かせてください。でもなんか田中選手、蹴ってみ、はい、なんか空洞の感覚ない。どうですか、ゴールキーパーとして？結構軽いんで、うん、キャッチとかは楽そうだ。コーチもどうですか、触ってみたい。これ試合球ですか？カタールワールドカップの公式球です。キーパーには優しくなってるな。あ、1位のボールに比べると一番あったのはドイツのやつかな、キーパー全世界のキーパーからクレームが来てそうですね、ワールドカップのボールなんか初めて触ったので、そのキャッチはなんかしやすそうですね。ブレにくいっていうのはやっぱ手の出し違いとかやっぱなくなると思うんで、うん、キーパーとしてはありがたいというかやりやすいボールにはなってるのかなと思います。どういう感じのやったらいいですか？まあ、蹴ってみたりタッチしてみたり感想をいただければと思います。はいはい、蹴りながら感想を。なんか音がちょっと違うね。なんか確かに蹴りやすいな。超えてったボール日本人からして軽いんで、海外の選手からしたら相当軽いと思うんですよ。ーボールの感じとしたら力やばい。弾道みたい。弾道みたいです。シュートの弾道みたい。弾道こっちが打ちます。はい、いや来週ごめんなさい、ありがとうございます。できれば決まったやつを採用したい。決まったやつを採用したい。どうですか今の。素晴らしい。どうどう、蹴りやすさ、どう蹴りやすさ。蹴りやすいっす、めっちゃ。ありがとうございます。どう蹴りやすい。いや、なんかミートしてるっすね。ボールが来た、見してくれ。おー、ナイスシュー。どうどうどう、落ちる。へぇ、じゃあ橋本さんもじゃあ一本お願いします。うまい。おお。読んでんな、雄大君。雄大君読んでる。まずはあの、はい、タッチとキックの感覚はどうですか？いや、このザラザラが結構あるんで、もうなんかグリップ力というか引っかかりはすごい強いなっていう、はい、このちっちゃいのがあの、はい、整流を良くしてまっすぐ飛ぶようになってるんですか？はい、あ、じゃあ向かい手にはなりにくいんですか？そうです。
うん、そのザラザラ感があることでなんかこう、うん、トラップだったり、うん、そのボールタッチの感覚としてはすごい当たってる感じは強いなっていうふうに感じました。このボールを使ったらこう、はい、どういうプレーが有利になるとか感じたことある？長いパスとか、うん、ロングキックとかミドルパスとか、うん、あとは地面に多分ついた瞬間こんだけ摩擦が強い感じなんで、うん、地面に結構止まってくれるんじゃないかな感覚はすごいありますけど、ね、あのテクニックを重視する選手にはこう扱いやすい系のボールに、そうですね、ただちょっとドリブルは引っかかる可能性もあ確かにあるかもしれないなっていう気はします。パサーとか そうですね、そういう選手にとっては使いやすい、はい、パサーはいいと思います、うん、まあ下が多分濡らしたりとかもするでしょうしってなるとボールもある程度走るし、でもこれである程度回転をちゃんと与えたら、うん、そのストレートの回転に反応してくれそうな感覚はあります。ディフェンスをするとしたらどうですか？これディフェンスとしたら今さっき言っていただいたようにストレートにちゃんと来る無回転になることでやっぱミートがずれたりすると思うんですけど、うん、それはちゃんとミートしやすいんでクリアはしやすいんじゃないかな。あこのボールを使ったカタールワールドカップがどんな大会になることを期待するか最後にお願いします。いやもう日本代表がベスト8に行ってもらう大会になってほしいです。本当にそうですね、はいはい、ありがとうございました、はい、アルリフラを蹴っていただきました橋本秀夫さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。